はい、さい。ということでですね、はい、今からどこですか？福岡です。福岡、はい、なんでまたなんでまた福岡へ。まあまあ俺が好きなんで福岡。違うでしょ、はい、セミナー&オフ会でしょ。あ、そうですね。ということで朝から漫談やっておりますけれどもね、はい、そろそろね通行人の邪魔になりますので行きましょうか。行きます。はい、今回の旅は GoPro1 個だけで行こうと思うんですけれども、今は GoPro は肩にマウントさせて両手離して歩いてます。アプリダウンロードしたらね、こんな感じでアプリと連携しながら今どういう写りしてるのかっていうのが見れていいんですよね。なんか福岡って感じ、この綺麗さが。もうそろそろね、今日の宿着きます。お、なんていう宿？花宿さん。おー、着いた着いた。あ、なんか良さげ。よし、ここら辺ゲストハウス多いな、ね、めちゃくちゃ、はい、さあ本日のお部屋のコーナーでございます。本日のお部屋は、おお、いい感じじゃないですか。なかなかいいですよこれ。そうだね、ほぼベッドだね。部屋がほぼベッドだから、どんだけでも寝そう。いや、そうでもないな、ここまでないい感じ、いい感じ、いいね、うん。さらには窓の外、オーシャンビューというね、川ビューだね。素晴らしい、川ビューか。おお、魚いるかな。さあ皆さん、今ソニーストアでございます。あー、これ新しい GM ですね。 24.4 ですね。これめちゃくちゃ気になってたんで、ちょっと触ってみたいと思います。ここにですね、ピントリングの他に F 値リングがついててですね、この機構面白いですよね。でこれ A にすればですね、こちらでもちゃんと絞りリング効くということで、絞りリングじゃねえや、絞りダイヤルが、ちょっとこれ使ってみたいと思います。うわ、めちゃくちゃ背景ボケる。これ皆さんいいですよ、この新しい G マスター。 F 値 1.4 で 24mm なんですけど、はい、超ボケるんですよ。広角とは思えない。これさあ皆さんいかがでしょうか。素晴らしい描写力ですよね。色のりボケの美しさ、シャープさ、どれをとっても一級品で、さすが GM レンズだなと思いました。で GM レンズなので、もちろん AF 性能も素晴らしいです。あとね、何がいいってめちゃくちゃ軽くてちっちゃいんですよ。ということはですよ、ジンバルに乗せて動画用のレンズとしてもものすごい活躍してくれると思いますね。これ正直買いだね。さあ続いて玉ボケの具合を確認していきましょう。玉ボケはあんま綺麗くないね。中心部からすでにもうレモン型みたいになってて、こうね、端に行くにつれてどん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 歪んでいってるような感じですね。まあ玉ボケはあんまり綺麗ではないけれども、この辺りも人によっては許容範囲なんじゃないでしょうかね。続いて F 値を絞り込んでみました。どうでしょうかね、解像度の方を見てみたいんですけれども、ちょっと端の方を見てみましょうか。おー、端までしっかりしっかり描写されてますね。これ見てください、値段表まで全くにじみなく映し出してますね。パーフェクトですね、解像度素晴らしい。どうですかね、絞ると結構バッキバキの解像度で、さすが GM って感じですね。これ正直僕買いだと思います。これね、今度お借りしてレビューできればと思っております。何やら出てきましたよ。うわー、ステーフレーズうわー、これすごいな。こういう長い玉って俺基本的に動画撮る人なんで使わないんですよね、あんま。だからあまり触ったことないんですけど、いや皆さんこれすごいですね。ボケがめちゃくちゃ綺麗で、周辺まで行ってもボケ歪まないし、線が出る嫌なボケじゃないですね。これすごいな。レンズでそんなかあるすごい。 100mmF2.8 これすごいな。これ欲しいな。これちなみにおいくらですか。ストア価格では17万2500円。あ、結構リーズナブルですよね。あ、感覚麻痺してきたね。GM ばっか最近買ってるから。 G マスターとしてはお安い。正直僕相当気に入りました。じゃあそしたらですね、僕今日プロサポート契約、しましたので、めでたく1本ね、記念にレンズをノリで買っていきたいと思います。お、はい、ノリで買っちゃいます。さっきね、もうノリで買おうと思って札束下ろしてきたんよ。ありがとうございます。おめえに買わねえからちょっとじゃあ、お目当ての単焦点レンズ1本欲しいので、ちょっとそれを見ていきたいと思いますね、はい、このサイズ感、 55mm ツアイスレンズ、これも言わずと知れた、もう僕が何を言うでもないもう有名なレンズですよね。これね、結構お目当てだったんですよ。 F1.8 まで下がるんですけどね、やっぱりさっき の100mm F2.8 と比べるとまあ玉ボケはね、若干こう楕円形のレモン型にはなるんですけれども、やっぱ
聞いてる通りめちゃくちゃいいですね。シャープだし、あーシャープだ、見てくれよこのシャープさ、おーシャープで、シャープこれこれもね、ほんと面白いレンズで、あのボケがね、ちょっと こういう楕円形の回転みたいなのするんですよね。だから逆にイルミネーションとかこれで撮ってもちょっとファンタジーな感じで面白くなるかなと思って、そのイルミネーション企画やるために買おうと思っております。はい、だけどね、こんだけあったら目移りするから他も見ちゃうよねジョンジも目移りするだろう。目移りしますねロンクモがロン。今10万以下に収まるレンズで、はい、単焦点でおすすめのものとかってあったりします？で今10万下ろしてきたんですよね。やっぱりこちらのレンズ、あーこれですよね。あーやっぱこれだ、これ絶対1本は持っときたいやつだったからな。とりあえず今日はこれ買って帰ろうかな。あー美しい、綺麗、死に綺麗、美しいね。次はね 50mm1.4 です。こちらもねこうやってあの絞りのリングがついてますね。こんな感じで、ツアイスレンズですね。これもものすごいもうレジェンドレンズといっても過言ではないぐらい有名なものですねすごいねこれ、うわということで、ここはもう僕、1本 55mm1.8 を買おうかなと思います。でまた次に来た時にでもですね、ちょっと別のレンズ 100mm2.8 多分僕買っちゃうと思うので、この動画も楽しみにしててください。じゃあすみません、そちらをいただいてよろしいでしょうか。あーということで買っちゃいましたね。はい、ノリで、ノリやばいっすね。地球で一番怖いことノリレンズ沼、レンズ沼、レンズ沼ってやつですねまあでもね、このレンズ本当に前から欲しかったんで、うん、あの 55mm1.8、はい、ちょっとこれ大切に使いたいと思います。今回の福岡編はね、結構これでバシバシ撮っていきたいと思いますので、はい、気になった方はあの概要欄にリンク貼っときますので、ぜひ購入してみてください。はい、はい、安い買い物じゃないからね、あの僕の作例見てからね、ちゃんと選んでくださいよ。いやー買っちゃいましたね。買っちゃいましたよ、もう上等さーっつって満足でいっぱいでござる。やっとプロサポート契約も入れたので、あの前からね面談日だけ決まってたんですけど、なかなかね行けなかったんですよね、僕沖縄出身なんで。アップルストアがある、アップルウォッチも買って帰ろう。じゃーん、こちらでございます、ソニーのプロサポート契約ですね。はい、やっとできました。あのプロサポート契約は1回書類審査があって、その後面談審査があるんですよ。それで通った人は、入れるっていう感じですね。結構得点めちゃくちゃでかいんでね、本当あのプロの方は入った方がいいですよ。ということでソニーストアさん、さようなら。じゃあジョンジ、はい、1回もう腹減ったから腹食おうか。そうですね、腹減った、もうダメだ、もうやってらんないもん。ジョンジさっき気がついたらいつの間にか肉まん食ってたもんな。気がついたらっすよ自分の意思じゃなくいつの間にってなってはい、ちゃんまりさんと合流です。プロサポート通りました。ありがとうございます。で勢いでこれちょっと買っちゃったやつね。20万しましたよね。20万はお前大げさだろ、お前 8万5千円ぐらい。そうさ、1回聞いてからちょっと安く感じるマジックやめてくれ。8万は8万だよということで寿司を三昧していきます。さあ来ました、これですよ、これ寿司三昧のマグロセット、これ最高なんですよね。食べましょう、いただきます。ジョンジとちゃんまりはブリセットだね。マグロ美味しそう。サンスタ、なんか面白い神社見つけたね。博多総鎮守セッタ神社、わかんねえよ、串田かな、串田か先ほど買った 55mm でこの辺りも撮っていきます。ちょっと画角足りないね、やっぱね画角問題だこれ。 16mm がいいですね。うん、でも今日 16mm 置いてきたんだよな。いやー皆さん、このレンズめちゃくちゃいいですね。やっぱ噂通りです、いろんな意味でいいです。シャープさもあるしね、ボケも綺麗。